バージンリバーは2019年に配信されたアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。ロビンカーの同名小説を原作に都会から田舎に越してきた看護師の思いがけない生活を描く。出演はアレクサンドラ・ブレッケンリッジ、マーティン・ヘンダーソンなど。2019年12月6日にネットフリックスオリジナル作品として全世界へ配信された。 本作はシーズン2への更新が決定している。2021年7月シーズン3配信開始。シーズン4の制作が進行中であり、2021年7月から11月にかけて撮影が行われる予定。カリフォルニアの人里離れたバージンリバーに越してきた看護師のメル。辛い出来事があり、都会から逃げてきたメルは、 田舎町で人生をやり直そうと考えていたが、そこには思いがけない出会いの数々が待っていた。バージンリバーのキャスト。上段左からアレクサンドラブレッケンリッジ、マーティン・ヘンダーソン、ジェニー・クーパー、アネット・オトゥール。2018年9月27日、ネットフリックスは本作の制作を発表した。第1シーズンの撮影は2018年12月3日に、 カナダのブリティッシュ・コロンビア州バンクーバーで始まり、2019年3月26日に終了した。2019年12月20日、ネットフリックスは第2シーズンへの更新を発表した。第2シーズンの撮影は2019年9月9日に始まり、2019年12月17日に終了した。ありがとうございます。